よ。はい、どうぞ。これ1個あるかな。それが2番です。オムは2がオムランチです。オムランチ。2がオムランチ。神様が与えてくれたものなんですね。神様の恵みですから。期間を決めないこともできるので、止めるまでできるみたいなのがあるんですよ。これでいいんだね。新作もな、ついに今食べてるですね。新作があるんですか。そう、ハンバーグな。こだわり超えとるで、もめっちゃうまいけど。どこかで修行みたいなされてたんですか。あ、修行してる人はもう十分したら、もう嫌っちゅうほどしてる修行。今は今度人生修行に変わったみたいかな。うわー、もう人生。あの肉は温めたけど、はい、今日も頼むで、はい、今日も2日連続で あれがいるんかなと思ったらモーニングコールがほんで入っとったわ入っとったわ。これこの米はそっちになるのか。これも食べな。はいよ。
こっちまだあるんですかね。ご来店ですか。待ってくる。うん、いいですよ。うん、開けとるけ。うん、あらあら、もう書いてある。ごめんなさいね。そうやって来る来るけんな。もう来たらな、もういや早く座ってもらっといて。はい。あの渋滞も避けたいけ。時間はもう10時半からで構わんけ。オムライスぐらいやったら早く出せるやろ。な。ごめん、ね、あ、もうオープンですか。いやいや、オープンせん。あのもうバーッと並んだらあのプレッシャーがかかるけん、もう中入れて待たしとくんよ。うん、お客さんもストレスになるしな。そうです、ね。うん、ほんだけもう中開いとったらもうバーッと入ってもらうんよ。うん、お店自体は11時半。11時半から。うん、ほんでもやっぱりな、向こうもお腹空いてきとるわけやけんな。そうですよね。うん、あんまりそんな硬いこと言わんのよ。もう機械があって調整しといてな。な、うん、頼むな。とかもそんなんや、人間多分用意してくれたと思う。ゆるいよ。でもね、山本さんね、こういうシーンは僕初めて見るから、普段いっぱい相手の時に自分食べに来るから、うん、あれじゃけど、こういうお客さんが来る前に、うん、僕はもうバタバタしてしまうっていうのが、それがなんか初めて見るから、うん、すごいと思います。なんか用意してあげて。うん、バーゴムでも何でも構わんわ。おいしい、おすすめでいいわ。何がいいかな、大人をも行こうか。大人をも行こうか。やばい、多い。なんかあの帽子かぶったら気持ちとかやっぱ変わったりするんですか。もう長いと思うんですけど。そうやな、そんなには分からんけど、なんていうかな、お客さんにあの与える印象が違うでしょ。僕自身はそんな変わらんけど、お客さんの方がな、あの安心するだろうしね、あんまりどれかな、ざっくばらんすぎたらいかんね。うん、職人っていう感じがさらに、そうそうそう、引き立ちますね。まあ、かぶっといた方が、サロンも巻いとったんや。かっこいいっすね。そこが、やっぱりこう、与える印象がいいですよ。もともとあれですか、もう養殖をメインに昔からやってたんですか。そうそうそう、もうあの昭和からしてるんで、ね、結構、うん、料理自体は長いことさせてもらったんだけど。もうずっと岡山。いや、じゃないです。僕では香川なんですよ。うん、香川から。いろいろあちゃこちゃ行かさせてもらって、修行させてもらって、5年、6年ぐらいになるからね。あ、表町の方でもやってるんですか。そう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 、表町の方で。知ってました。どの辺でした、表町。イマージさんの隣なんですけど、カモンの美容院の上、オランダ通りでね、うん、九州の方行ったりとか、うん、先輩と一緒にね、うん、あちゃこちゃ流したりしながら修行させてもらって。その場合は、バイキ、すみません、お二人どうぞ。
よっ、もう一個いきますか。よランチって言ったっけ。ランチって言った一人は。これチーズ。はい。マジ？これ好きやすい。お願いします。八番と。よ。お願いします。八番と。あのお伺いいたしましたでしょうか。いらっしゃいませ。沸かしといて。大丈夫？あ、今日するはずや。うん、41です。オムは2がオムランチです。オムランチ。2がオムランチ。ハム10年
っとピリラトームやな。美味しそうでしょ。美味しそうでしょ。行こうか。盛り盛りに変えて。はい。セット6個ですね。セット6個。あら。あっさり行きましたよ。OK や。行ったこれ。はい。行ったこれ。行ってます。帰っておけな。はい、最高のちょうど。おっ。いいよ。帰っておけな。はい、どうぞ。4番さん行ってあげてください。4番2個。これ1個あるかな。それが2番です。アベクです。はい、これどうぞ。ここが釣っとるわ。誰や誰なんや。ここは山さんです。ほんでここじゃな、絶対な。ここっていいんだな。もうちょっとかけてこうか。ただしはビショビショってやろ。いいよ。はい、どうぞ。やってみて、やってみて。きついですか。むずそう。神業や。あります。皆さんは気をつけて。これこのハンバーグと今日作らさせてもらうけん、それとオムライスと2つさせてもらうけん、それも一緒に取ってもらえたらと思うんですよ。もう試食してもらって、また感想もアドバイスいただけたら。これですね、もともとね和牛のハンバーグを出してたんですけども、それにねもうちょっとね食感とか、あの味風味自体も良くして、もうこれで三段仕込みで作ったハンバーグなんですよ。だからもう食感がすごくいいんです。味自体はもともと和牛なんでいいんですけども、これ食べてみていただかないとちょっと説明は、ね、難しいんですけども、あと卵なんかもね工夫しておりますんで、はい、うん、でこの商品がこれから出るということで、いつから山本店長に。この一応いつっていうのは多分この末ぐらいから出そうとは思ってるんですけど、いつっていうのはまだもう商品はできてるんですけど、はいはい、あとメニュー作ったりとかね、そっちの方がまだ仕上がってないので、うん、そこを調整今してるところです。原稿はですね、はいはい、あのもうオムライスでだいぶ大反響になってますので、はい、あのこのハンバーグでもあのちょっとねあのお客さんを増やしたいですね。そうですね、はい、あぜひ味わっていただきたいですね、はい、お客さんに喜んでいただけたらもうそれで一番だと思っておりますので。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、質問いいですか。はい、あのその何ですかね、あのイメージのなんか あったんですか、メニューのそのイメージ写真、はいはい、そこにあの75万食の料理を作ったって書いてあるんですけど、はい、それはね私が今まで生涯の中でこの感じで、あ、作った中で生み出されたの。そうそう、あの75万食料理を種類じゃないですよ、食提供してますよっていうこと、ここも含めて、はい、もちろんもちろん、もうこんだけもう超えていってますよね、うん、ぐん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 頑張ってます。で通常のハンバーグを出されてるわけじゃないですか、はい、でもやはりそちらとはまた全然別格というこれですか、はい、もう全然もうこれハンバーグの域を超えたハンバーグですから、食べていただければ分かります。ハンバーグじゃないです、神のハンバーグです。神、僕が作り出したわけです、神様が与えてくれたものなんですね神様の恵みですから。分かりました、はい、もう食べてみてください、はいはい、ありがとうございます。お願いします、はい、まあ、ちょっと普通に最初は食べてみて、はい、結構ねあの柔らかいふわっとしたような感じですね。結構分厚いですね、はい、あ、すごい食べやすくて上品な感じですね。牛肉感もありますし、はい、柔らかいんですけどしっかり肉の牛肉の感じがうまく出て、あ、そうですか、はい、で思ったらそんなに重くないですよね。あ、そうですか、うん、神のハンバーグと。そうですね、多分いろんなことを計算しながら生み出されたとか
感じがします、はい、贅沢オムライス岡山カキフライとイクラ濃厚タルタルソースのオムライスセットになってました。こちらですね、はい、どうぞ。皆様、これがカキですね。で、オムライスのセットで、これイクラが乗ってますよね。はい、まあ、プリプリサクサクなね、あの岡山県産のカキフライがついたあのオムライスセットになります。で、1500円でこのスープとサラダがついてのセットになります、うん、では、いただきます。あ、このオムライスはあのチキンライスとは違った、岡山県のエビ飯っぽい感じのご飯になってますね。ではイクラと一緒にいただきます。オムライス自体があっさりしてますので、このカキフライとかこっちのハンバーグと合わせて食べるのもいいかなと思います。カキフライもすごくプリプリしております。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。もう朝からあの出させてもらって、もうあのオムライスもね、あの注文されてるお客さんすごく多くて、はい、でもう山本さんのそのもう掛け声とですね、もうお店のこの雰囲気の明るさがすごく圧倒されたんですよ。いや、本当に楽しいお店だなと思いました。あとホームの店しておりますから。いや、本当にあとホームでした。ふざけまくってます。いや、これから出してくるあの神のハンバーグ、はいはい、でもですね、今日もあのいただいて、はい、すごく美味しかったんで、はい、あれは早くね、まあ、あのお店に並ぶことをあの願っております。 ありがとうございます。早くね、準備してね、お客さんに喜んでいただけたらなと思っております。そうですよね、はい、で、まあ、あの最後にね、うん、あのこのスピーチを視聴されている皆様に一言、山本さんお願いします。サンさんで美味しいお料理を作りますから、楽しいひとときをね、なんていうんですか、楽しんでいただけたらと思います。うん、こんな感じですかね。またご来店をお待ちしております。はい、美味しいお料理作りますよ。お待ちしてます。